Official lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing. 難しい言葉使いすぎて何しようか分かんないっす。ああ、おててが気持ち悪い。なんかすごい画像が荒いんだけど、こういうもう夢の世界だった。夜までずっと寝てたけ？大丈夫？寒くない？いくら9月のスペインといえば、さすがに半袖寒いでしょ。ねえ。はい、ということで、こんにちは、ブルーホースでございます。本日もやってもらいましょう。バイオハザード RE4。はい。前回ね、デルラゴブチ倒しチャプター1の差をクリアしたところになります。で、ちょっと撮影の都合上ね、連続撮りをしておりますので、すいません、喉が痛くなってきたので、ちょっと喉飴を舐めながら食べ、やってるということで、若干カラ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 言ってる音が聞こえるかもしれないけど、そこら辺はご愛嬌ということでお許しください。さて、ここまで来たはいいけど、Condor One to Roof. 死んじゃって。Do you read me? Condor One?You've been radio silent for 3 hours. 原作6時間だったもんね。Are you all right? 大丈夫大丈夫。Won't let it happen again. なんかこの無線の取り方いいよね。Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Rooster. いや失礼しました。はい、本当ごめんなさい。え？ Won't be going anywhere in this thing. いやー寝てる間にどうなっちゃったんだって話だね。さあチャプター4。チャプター何本まであるんだろうね。全然知らないんだけど。なんだかんだ弾は最終的に飽和してってる感じだったからよかったかな。違う違う違う壁あ警官の帽子だこれ。なるほどね、警官の帽子までファイルにされるんだ。開けるとハンドガン。ああそっか、このチャプターからじゃあついにあれか、あいつ出てくるんじゃないか、あの寄生隊。まあ寄生体すなわち発狂してるやつってなるんだけど、なんかさ VTuber の人たちってさ、こうまあ見てる人たちがたくさんいるからなんだろうけど、すごいさ楽しい会話とかさ落ち着いた感じでプレイとかするじゃん。まあ、時々慌ててさウヒャヒャウヒャヒャとか言ったりするけど、僕すげえ好きな人でさ、小島店員さんっていう人がいるんだけど、あの人すごい楽しそうにバイオするよね。ビビるところはビビって、楽しむところは楽しんで、で、あとなんか名付けるのがすごい上手というかさ、よくそんなネーミングセンスあるよなって思うんですよね。こっちじゃないな。こっちか。でもなんか敵の声がね、すごいね、もっさーもっさもっさーっ出てくんのかな。ここ、ん、ちょっと待って、レッドハーブばっかりなんだけど、本当にレッドハーブしか勝たんよねこれ。 ねレッドハーブしかないもんね。キッチンナイフがいつの間にか3本もあったわ。なんか儀式でもやってんのね。あの人のネーミングセンスと実況の腕があれば、なんかこんな僕でもちょっと人気者になれるんじゃないかっていう淡い期待をしているんだが、わあ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 、来た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 、出た寄生獣、完全寄生獣みたいになってる。寄生獣硬くない？あやばいやばいやばい、寄生獣買った、死ぬ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 。あー最後の回復薬使っ、 What the fuck? あー What the fuck? あーぶれ、あパリー上手、パリー上手だったのに刺された。ほいあもう一体出てくるのね。これさちょっと試したいんだけど、よいしょ、これで死ぬ。あーいった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 、やっぱそうなんだ、試して正解でしたね。これが分かれば強い。だからずっと体内という暗いさ中にいててさ、急に明るいところに出されたらやっぱ死んじゃうっていう、そういうことなんだろうな。さっきから
地面をぐる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 引きする音みたいなのが聞こえてくるんだけど、気のせい？ここで何してたの？特に調べらんないのかよ。ねえ、ミギーがたくさん出てくるよ、こっからみんな。みんな大好きミギー。泉田くんや、泉田くん。あれ、泉田くんだったっけ？泉くんだったっけ？よいしょ。おっかねー。え？戻。さあ、暗い中でさ、敵がさ、出てくる。ほんと。What is this place?なんだこの、ああこれがあの言ってたあの洞窟の向こう側になんか預けてたみたいな、そう、あらそうだね。Some kind of shrine. 手があるぞこれ。F? Same mark from the church. 教会で見たマークだ。お手手が4箇所入る。これ。Is this the key? これが鍵か。あ、鍵まだ拾えないのか。そういうこと。え？ It's the lake. 湖か。マップ更新。あ、なんか、え？普通にボート使っていけ、めっちゃあんな、なんか、いろいろ。武器商人のところに帰りたい、ぜひ。うわ、もう怖いって、もうそういうさ、もうブーンって音がもう、さっきから恐怖でしかないんすよ。敵いる？いない？誰かが脱ぎ捨てた臭そうなのが落ちる。なんだこれは。なんとかの古鍵。なんだったっけあれ？石杖？違うな。石杖は違う感じだな。なんだったっけ？忘れちゃった。またミッションある。世にも奇妙な。あー。うわー、もったいないな。金の卵は自分で食べたいもんね。うん、あ、こうやって進むの。え、ちょっと待って、これがあるってことはさ、あとは普通に敵出てくるって落ち、これ、そんなことある前に。で、あ、なんか壊した。ちょ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 、 OK、 で、なんかすごい雨降ってる。そっか、原作も降ってたっか、雨。で、お金。で、おお、なんか新しいのできた。アレキサンドロ、違う、アレキサンドライト。エジプトの名前みたいな感じです。これも来た道も、あ、ちょっと、地図地図。こっちには来た道だから、ここを進んでいかなきゃいけないんだろうけど、あ、違う、行った、じゃあ、行ったところ戻らなきゃいけない。あ、じゃあ合ってる。じゃあ、とりあえず、こっちで、あ、ちょちょちょ、すげえ操作がしにくいぞ、これ。あ、なるほどね。ちゃん、ちゃん、めっちゃ、めっちゃお導きに合ってる感じがする。よいしょ。よいしょ。なんかあの、ついつい、あ、合ってるか。癖で、やっちゃおうとしちゃうけど、って。あ、いけてるいけてる。よしよしよし。あ、ごめんなさいね。皆さん、もし画面用意したら、無理して連続で見ないで、ぜひ、ゆっくり見てってください。はい。そんな、焦って見るもんでもないからね。よしよし。あ、鶏がめっちゃいる。ってことは、ここで回復アイテムを、めっちゃこれ卵落ちてんじゃない？あ、ありがてえ。ありがてえ。卵食ってこう。よし。で、これは壊せるあれではない。あ、なんか、あ、ブルブルブル。これで宝も、あ、全部取ったって落ちなのね。あ、これ追いかけ回したらいいんじゃないか、もしかして。ってわけでもないか。あ、卵ちゃ。あ、いいね。ここにいたら、あ、あった、金の卵。やった。I'll be taking this.で、これを売るってことね。これは多分金の卵は、大きく回復する。大きくか。まだ卵産んでくれないかな。え、待って、これ襲われてる、もしかして今。そうな、ゼルダの伝説みたいな無敵のコッコが襲ってくるみたいな。あれで結構トラウマになる人いるっぽいからね。よし、じゃあ行こうか。じゃあとりあえず戻りましょう。
か戻ったのか、あそこあの明かりになるときにお城がすごいね。お城の横にあったんだって。ちょっとここであってんの、おおおお、ここあれじゃん。ってことはここに、あ違う、あれこれ、あーこれあれ、え違うな、違う、えどういうこと、あ三つ選択して押せってか。原作のあれで行くならこれとか違うね、わかんないね。押したらなんか、あいやなんか可愛い銅像かなと思ったら全然可愛くなかったわ。シンプルにエグかった。ここまだ早いのかな、それとも隠し要素的な感じ。地図になかったもんね最初ね。敵は出てこなさ、あ波打ってる、あじゃあ探せってことか。ちょっと待ってよ、波打ってるで、なんか弓っぽいやつ、こっちはない、ヒントどっかない。待って、弓っぽいやつで波打ってるの、弓これだ。で弓あと一個どれかって話だ。違うね、ここ適当は良くないね、適当は良くなくて、ちょっとここまで来たからには解いて帰りたい、解いて帰りたいけど何のヒントもなくあれだもんね。どこだろう、弓でしょ、で波打つ3本でしょ、で来たところからこうふっと振り返って、なんかどっかないのか、ああれか、違う違うな、これはちなみに無理か。下床奥覗いたらなんか、ああったあったあった、上これはなんだ、目玉っぽいやつ、目玉っぽいやつなんかあった、奥覗いたらなんかあったりしない、ない、あ、ん？あ、違うな、教団の紋章か。目玉っぽいやつ、ないよね、違うか。あれは何のマークだ、でもこれっぽいよね。ちょっとこれ、そうこれ、これの反対側には何もない。あーダメだ、わかんない。ねえ、前回パートでダテリバイオやってきてないっすよとかって偉そうなこと言ったくせにできてないっていう。これ、まあ、ルビーが、ああ違う、普通に登れるわあでヒントあった、弓な、何これ、なんかあの長くなりすぎた D みたいな、あーはー、素材 L ね、どうしようかな、ちょっと待ってね、クラフトできるのなんか一個作っちゃおうか、 L が不足してる。ショットガン作っとこうか、 OK、 ショットガン6発ゲッチュで素材 L、 素材 L が無理、ちょっと待って、しゃがまれしゃがまれ、なぜしゃがんだ、作っとくか、よし OK、 でアハーン、シビアですね。卵拾いすぎました。で、9。まあ、のんびり、のんびりやってこよう。初見プレイだからね。まあでもこういうのって今なんかみんな VTube とかで見るのかな？ VTube とか ライブ配信とかで見たりするのかな？弓でしょ？ああ、なるほどね。これで見たときに、何？あ、無理だね。開かないか。で、こう見ると。ちょっと待って。いけるか。だから、
これは1個確実でしょ。で、もう一つがこれか。で、あとここが違う。ちょっと待って、弓っぽいやつで、これがああどの向き向いてたか、反対向いてたじゃなかったっけ。で、あ、違うな、こうか。違うよね。怒ってるよね、レオンが。レオンがなんかブチ切れてそうな気がする。視聴者さんもブチ切れてんじゃない、心もしかして。おめえ、分かってねえのかよ、つって。D、あ、じゃあ、やっぱ、あれは合ってんだ。で、これが、あ、3つか。分かった。ってことは、これと、これと、これだ。開いた。首、うわ、何、冒涜者の首って、それグロいのいらないんすよ。え、宝ですかこれは。違うね、キーアイテムだね。あ、しかも、あ、じゃあここ来なきゃいけなかったんだ。普通にキーアイテムだったわ。ステイ、あ、やったルビー。え、ここはあんまり来る意味がなかったっぽいな。なんで来させたんだ。あ、でもそっか、一応あれか。じゃあちょっと待って、宝物がルビー手に入ったから全部ルビーっとこか。ほい。で、三つ目に OK。 よし、じゃあこれで、よし、これで謎解き。そうだね、よしよしよし。で、この後は、ここはもっと戻る道。違うな、これ、ここ気になるね、ここ。ここまだ行ってないよ。じゃあ、そうするとどこ行ったらいいんだ。このまままっすぐ行ったらいけるっぽい。あ、でもちょっと気になる。ほい。なんか、ここがちょっと探索会っぽいな。探索会っぽくなっちゃうので、まあ、まったりと、皆さん僕と同じコーヒーでも飲みな、あ、ちょっと違うやん。元に戻る道だった。ってことは、こっちもまだ行ってない。ドンドンドン。レーシングゲームみたいになってるぞ、これ。全部壊したらなんか、なんてみたいな。どっか戻ってきて、ここまだ来てないところか。来てないところ来たね。あ、登る、普通に登ってくれる、しれっと登った。これは、あ、いける。これで新しく宝物が手に入るようになるんだ。やった。四角いくぼみのある腕は、敵が全然出てこないんだよね。最初にウニウニ星人が出てきて以来出てきてないから。あー、あ、やった、来た、やっと来た、ありがてえ。もっとちょうだい、グリーンハーブ。もうレッドハーブばっかりなんだよね。で、ああ、なるほど。ここで一周するわけだ。これメダリオンか。あ、青いメダリオンあるね。あ、これあそこか。そうだ。この上、教会だもんね。チャーチだもんね。あとは？こっちの方に宝物がある。なんか行けるのかな。ルムブブ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 、うわー、え、ちょ、いけない、いけなかったわ。こっちは来た道ですね。ちょっとバックします。
ピピピピバックします、ピピピピバックします、前進します。いけるかな、いけた。で、あ、ここは降りれないのね。オッケー。あ、ちょっと待って、ここ、あ、無駄ね。チュンチュンチュン、でここ戻ってきてまだ無理っぽいから、もうちょっと先進まないといけない。ちょっと待って、あ、2箇所あるのか。なるほどね、ここが最初か。じゃあどうしたらいい。あと、とりあえず六角形が手に入ったから、一旦じゃあ小屋の方に戻っていって、そうだね、あとこっち行けんのかな。ちょっとごめん、さすがに気になるわ、行ってみる。ほんとでかいね、深くて長くて力持ちで、太くて硬かったら最強だよ。ここはさすがに行けないのか。なんかあのバイオ5のさ、集落みたいな感じがする。あ、行ける。知らないっす。っめっちゃめっちゃ敵おる。まずゲーと思ったけどマジかよ。あいつ分かってんだな、どっちからって。オカマみたいになってんじゃん。あ、外した。オカマ来た。よいしょ、違う。あ、来た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 、インディ・ジョーンズみたいなやつが来た。インディ・ジョーンズ、若かりし頃のインディ・ジョーンズ、新作が楽しみですね。新作楽しみ、インディ・ジョーンズ。オッケー。倒れ方がだいぶリアルになってる。肩、あー、お手手の下に行っちゃった。あれ？アイテムなしか。ケチくさい。ここは初めて来てる場所だよね。初めての場所で合ってるよね。あ、違うわ。はい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 、ここあれだ、ルイスの捕まってた部屋か。委員会、委員会とは売却。あ、戻ってこれんだ。へえ。ちょ、見た。変だこれ。うわー、なんかプチオープンスペースみたいな感じになってるよね、これ。状態的には。あ、なんか落ちてる。あ、あった。老人の力、娘が男児を産んですぐ死んだ。あれからちょうど3年。この子はすぐ大きくなり、そのうち彼にもついてくるようになった。何でも興味を持ち、いろんなことをしてたから、目を離すすぐにこちらは気合が休まらない。2人で盛り歩くときは決まって話をせがまれる。気泡って今日の物語は特に気に入っているようだ。まだ小さい子は、この子は利発だ。軽薄さの奥に鋭い観察の目を持っている。こんな境遇でなければ学者にでもなれただろうに。油断した。あの狼の頭は確かに映り抜いたはずだ。それとも狼は動いた。小屋には戻ってこられたが、傷口の周りが赤く黒く腫れている。ああ、孫よ、そんな顔を心配するな。そんな顔をするのか。体が思うように動かせない。頭の中で声がする。これは狂い病だ。この子を残して世を去ることになるとは。神よ、この子を守りください。え、赤石の指輪。
そのままところね。あ、よかった。なんかこういうのさ、戻るときにさ、なんか敵が急に上から降ってくるとかってあったりするじゃん。特になかったじゃん。通貨の袋がなんかあの肉みたいに見えた。なんかラクーンくんが乗ってそうなさ、あの台座っぽかったよ。よし。え、こっちは、あー、これか。これどんどん使えるんだね。これでも今来るべきところなのか。あ、おー、すごい、五連真珠のバングルだ。わー、原作をやってた人からするとこれすごいエモいよね。こっち行けちゃうんだよね。今こっち進んでいくので合ってる。新しいミッションを手に入れるためだったのか。巨大な魚、ランカーバス、写真添付。魚の油ってのいろいろ。へぇ、ランカーバスなんかいたっけ。てか、まずそもそも。敵が出てきたら。なんか嫌な予感するよ。嫌な予感する。生きてない？大丈夫？死んでる？The hell is going on here? よかった。これ T ウイルスだったらもう一気にわーってわーってことか。よくあんな普通に死体触れるようなレオン。そこら辺が本当度胸がえぐいわ。ガンパウダーだったわ。でこれ登るとなんかある？もしかしたら中道進んでっちゃってん？これオープニングの最初に儀式やってたとか。あ、女かと思ったら普通に男だったわ。小さい鍵見つけた。いけない。あったー、来たー。よかった。よし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 。ここに来てグリーンハーブが。あれ？でもここ特にこれだけ？なんか行っても行かなくてもよかったみたいな場所なのかな。本当にただの探索家になってるな。祭壇エクスパンション。そっか。じゃあ降りようか。降りるときに限ってなんか急に敵がデーンって来たりとか。セーブしてるもんね。おーっす、再び。あ、こいつのですか。ちょっと待って。もうまともに戦ってらんない。違う、合ってるか。いけてるこれ。よし、あ、行って。普通に刺さったわ。ちょっと待って、おいこらステーロ戻ってきたら、めっちゃ敵がいるステーロ。あ、行って、なんだ。なんか刺さった。ギミックでしばかれた。敵が、下に、あ、登ってきてるだけだね。ほら。こいつらなんで頭打たれながら普通に走れるの？おかしいだろう、もう。いや、攻撃受けてるけど、すごいタフだね、君たち。よいしょ。ほら、あー、オッケー、来なくなったね。で、それはいいんだよ。問題はこいつだ。問題はこいつを。They keep coming. ああ、一発。オッケー。遅いなー、リロード。まあでも、ライフルってそんなもんか。一発一発装填したらそうなるよね。
で、こっちは…あ、いった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 。あ、ちょっと待って、めんどくさいことになってる。逃げろ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 、走ろ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 、いったいったやばい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 。もう…何してんの。もうないんだって、回復アイテムがないんだって。よいしょ、おぶね。こうなったらさすがに、あ、ちょこうなったらさすがに攻撃は受け、あれ、そもそも敵がいなくなった。こっち進んでっても今仕方ないもんね。やっぱなんかすごいダラダラっとしちゃってる。あれ、なんか魚いんのかこれ。じゃあいよいよ本当に行こうか、進もうか。六角形のあれを作らなきゃいけないから、ね、こっちか。まあ行ってある意味正解だったってことだよね、これね。あ、こっちか。よし、でここで敵、あ、メダリアン、ちょっと待って。ほい、 OK、 あと1個か、あと1個どこだ、わかんない。敵出てきたりしないよね。なんか歩き方がすごい変な感じしてるけど。さて、どうしたらいい、これ。選ぶってどういうこと。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。うん、じゃあ、こうして、こうして、で、上選んで、こうか。で、違うな。こっちの方か。違うな。で、こっち。あ、そっちしか無理なのか。これが真ん中にないとダメだよね。で、これでもないな。上押して、こうで、こっち選んで、あ、でも、あ、これが真ん中なの合ってる。あ、違うな。なるほどね。ってことは、こっちを、まず真ん中を決めようか。こうだ。で、あ、そっか。右下とかに持ってこなきゃいけないから、これが上に来なきゃいけない。え？合ってる？こうして、こうして、あー、これすごいバカがバレるやつだな。ちょっと待ってよ。これが右側に来てほしいんだけど、うわ、これすげーむずいぞ。うわー、カプコンさんの本気が出てきたね。これが真ん中なのは間違いないと。だから、違う。これがこうして、ここに来てほしい。で、違うね。ああ、そういうことか。ってことは、こうして、こうして、こう。で、あん、いやん、バカン。これ、ここはさすがに倍速で飛ばした方がいいかもしれないか。なんか、誰かちょっと面白い特典を持ってきて。そういうことではないか。そういうことではないダンスね。ほんで、
できるところが限られているというのはなかなか鬱陶しい話ですね。ここに行って、ちょっと待って、ちょっとできるところまでカッツ。あ、やっと行けた。お待たせいたしました。なんか出てきた。何？ブギの心臓。これは木。ただの宝だったのかや。じゃあどうして？ギミックトレジャー。壁教会の鍵を手に入れたい。壁画があった地点、トレジャー。あれ、じゃあやっぱり、こっち行って手に入れなきゃいけないってことか？そこまで行く？ちょっと待ってよ。どうしたらいい、これ。一旦武器商人に会いに行こうか。で、キーアイテムが取れたのって、こいつだけだもんね。教会の、あ、もういらないアイテムになった。こっちは見たから、戻りましょう、一旦。なんか、ここまででだいぶ長くなっちゃった気がするね。だいぶ長く遊んでるよね。一旦、ちょっと。Got some new weapons. Welcome. Welcome. I got something new for ya. ロケットランチャーが買えるようになってる。8万ペスタだ。あ、さ、これはもう、問答無用で買えます。ああ、高くなっちゃってる。これはいいです。Stocking up while you can. Wise choice. ここら辺はまだいらない。ああ、スカルシェイカーね。チューンナップ。耐久は今、ああ、モーディングを give that the character やっとかないとね。スカットが2万しかないのか。これ、あ、なんかめっちゃ、あ、私、アッサイルが、なるほどね。なるほどね。ライフル。ああ、なんかすごい、いろいろと交換できるアイテムが増えてる。あ、これ欲しい、これ欲しいけど。あ、すいません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 。まだ無理か。じゃあ、こっちが、これもともとあれの場所じゃん。ね、もともとここにね、武器商人いたもんね。黄金懐中時計。あ、てか金普通にあるから、宝を売って買えばいいのか。まあ、いっか。よし、キック。ライフルの弾2発。あ、ここにも、で、ここに来れたのかよ。しまったな。なんか、わざわざ遠回りしてきちゃった気がしたまあ、いや、ちょっとごめんなさい。だらっと長くなってしまったんで、一旦ここでセーブ区切って終わりにしましょうか。特にだってないもんね。オッケー。よし。じゃあ、ちょっと元に戻って。で、セーブして終わりにしましょうか。しれっと先行手榴弾があったね。はい。じゃあごめんなさいね。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。若干区切ったけど、めっちゃ喋ってくれるね。はい。じゃあね、また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。謎解き頑張ってっていう方はね、ぜひお願いします。りょうのズームで。バイバイ。